どうも、ロードシュークチャンネルのシュクロードでございます。個人チャンネルへようこそ。本日はですね、皆様に、伝えなければいけないことを、伝えさせていただこうかなと思います。ですね、今フィッシャーズメインチャンネルはですね、再生回数一月で4億回を目指してショート動画だったり、メインのロング動画だったりをね、毎日いっぱい上げてるっていう状況なんですけど、まあ、てか今この動画が上がる頃には上がっていくだな。やっぱりメインチャンネルにちょっとやっぱり力を注いでいきたいっていうのがありまして、この個人チャンネルはですね、ちょっといつも毎日投稿みたいな感じでやってたんですけど、不定期にさせていただきます。まあ、個人チャンネルって大体不定期でやるもんなんだけど、多分俺ぐらいじゃないかな、個人チャンネルを毎日やってるの。メインチャンネルでやっぱ見てもらいたい動画いっぱいあるんでね、この個人チャンネルは、まあ動画上がらないってことはないんですけど、まちまちって感じになります。8月中にね、上げなきゃいけないあの個人チャンネルとかもいっぱいあるんで、それはね、出していって、もうねすでに取り終えてたり作り終えてるものは、上げていくっていうスタイルにしたいと思います。で、新しく撮るってことはまああんまりないと思いますね。まああるとしたら、今月8月末に出るね、あのワンピースの最新弾のカードを紹介するときが緊急なんじゃないかなって感じ。他はもうね、取り終えてるやつで、で、ゆっくりのペースで上げていこうかなと思います。なんせね、今フィッシャーズのメインチャンネルがめちゃくちゃ忙しいんですよ。まあ少し今落ち着いたタイミングではあるんですけど、まあ、編集も毎日やって、で、撮影もほとんど毎日やってっていう状況が、まあ、朝から晩までずっと、まあ本当日がまたいだりもするぐらい大変なんですけど、で、本当にね、皆さんにこう、イベントの情報なんかも先出ししたりとかしなきゃいけなかったんで、調整とかも必要だから、実はね、7月の末に、1週間ぐらいね、お休みをいただいて、ね、まあお休みをいただいたんですけど、ここでもね、ちょっと喋りたいことが、お休み中にね、個人チャンネルで俺も生放送やったんですよ。休んでねえじゃねえかと言われたんですけど、まあ本当にその期間に、生放送をね、冒険王か、お台場冒険王のところで、やるやつがあったんでね、そちらを、生放送をさせていただきました。なんですけど、その動画ね、今アーカイブで残ってないんですよ。これなんでかっていうとね、なんかいろんな憶測が飛び交ってて、ちょっと僕もね、あ、これちょっと言わないとなと思ったんですけど、アーカイブ、前編後編上がってないんですね。これ理由はですね、僕と、スタッフでちょっとね、ミスを犯しちゃいまして、そのミスっていうのがね、配信上のミスなんですよ。結構いろんな人がね、それこそユンちゃんが飛び入り参戦してきて、スペシャルゲストで入ってきて、で、俺が恥ずかしいから消したみたいな言ってる方いるんですけど、全く違います。全く関係ないところで、僕と、スタッフさんがね、ちょっと大きいミスをしてしまって、あ、アーカイブ出せないってなっちゃいました。なのでね、まあ、前編が出せないし、まあ、後編も、出そうと思ったんですけど、後編もね、まあそれで、まあ、前編後編だったんで、どちらもね、非公開にさせていただきました。ちょっと誤解を招いてしまう形になっちゃって申し訳ございません。話を戻すと、マジでね、ほんとすっごいね、休止中もいっぱいいろいろ動いてて、メインに本当に全コミットぐらいの勢いで頑張ったんですよ。なのでね、やっぱメインチャンネルを見てほしい。4億回達成したい。ショートもロングもどっちも頑張ってるんで、本当にね、みんなには見てほしいということで、この度、もうこの個人チャンネルを、まあ、休むとか休止ではないんだけど、投稿頻度が少し落ちます。ゆったりとやっていこうかなと思います。ということで、この個人チャンネルは少し投稿頻度が落ちます。そしてね、生放送はそういう一件があって、まあちょっといろんな裏のミスがあってそうなっちゃったっていう。これメインチャンネルの情報ではあるんですけど、これメインチャンネルでいいよって話なんだけど、ちょっと漏れちゃったんで、ここで言うと、メインチャンネルはですね、1日動画1本ではございません。1日動画2、3本出ます。なのでね、メインチャンネルそれほどいろいろと頑張ったので見てほしいっていう気持ちなんですね。皆さん、ぜひとも、ショート、ロング、どちらもね、メインチャンネルを見てください。そして、セカンダリもね、しっかりと上がってると思うんで、この3つのチャンネル、フィッシャーズメイン、セカンダリ、そしてこのロードシルク、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ということで、緊急でね、早口になって喋っちゃって申し訳ございません。引き続き、フィッシャーズをお楽しみください。ということで、それでは。